はい、みんな、やべえよ。やばいことになったよ。マジです。釣りじゃないです。マジで本物のあの人がいます。あのテレビで見てた世界陸上ドーハで 4K リレー2走を務めて日本記録、アジア記録を塗り替えたあの人が一緒にトレーニングしてくれてます。いや、マジで、なんだろう、俺、同じ人間なのにさ、なんかドラえもん見て見えない。ずんぐりむっくりが過ぎない、俺。いや、ほんとこの選手が、もう、スタイルが良すぎんのよ。体の中心が分厚いけど、手足がすごいスッキリして、もうスプリンターって感じ。いや、でも、勝負だからね。まあ、でもね、全然流しらしいんですよ。200の流しについていかせてもらったんだけど、俺はガチだよ。俺はガチだけど、もう無理。もう無理。これ勝ったらね、俺が日本記録、アジア記録だとか、なんかふざけたこと言えたけど、もう無理。あ、もう、フレームから外れた、フレームから外れる。ケンちゃん頑張って撮影して、頑張って撮影して、フレームに映っていたい。一緒に映っていたい。一緒にトレーニングしていたい。あー、もう無理だ。もう無理だ。画角にすら偉い。画角にすら偉い。俺ガチだからね。やばくない走り。いや、本当に幸せな時間ですよね。普通に一緒にトレーニングさせてもらいました。でも、今日で終わりじゃないよ。こっからが本番だぜ。冬季前の調整ぐらいで今日来てくださってるのに、あいつ勝負しますかね。スパイクですか、しかもあいつ。で、左選手はもうペース走みたいな感じで行こうとしてるのに、あいつぶちかましますか。見てください、スタートぶちかました、ぶちかました。あ、ついてくれた、ついてくれたんじゃないか。もうどうだ、どうだ。聞きたかったのが、本当僕らの世間的にはガンってこう去年とか出てきたイメージなんですよ、いきなり。でも日本記録、アジア記録で塗り替えるみたいな。そこってなんか変化があったんですか。なんかこう出会いがあったとか、なんかきっかけがあったみたいな。そうですね、まあでもやっぱり漫画みたいですもん、ただ選手と白井選手の関係みたいな、ライバルが。だってその2人が世界陸上で1走2走で日本記録塗り替えるって漫画っすよ、すげえなー。木下もなんかセリフで入場するじゃないですか。で、3、4走はあっち側に行くんですよ。で、1、2走でただと思い心地行って、あのスタート地点でこう別れようとした時にただに、ちょっと普通にやばい、取り戻す、あれ漫画っすよ、あれ本当に。見てもらえたら分かるんですけど、ちょっと話してグータッチしてるんで、もう一回見直してください。